はい、皆さんこんにちは。新潟県新発田市秘境温泉ホテル千軒に来ております。風強、温泉入ってか分かりません。今日ここで呼ばれたんで来てみましたけども、あまり内容分かっておりません。じゃあ行ってみます。ご立派な場所になっております。あれ、移すと事務所とか動いんですよね。移しちゃうと事務所とかに動いちゃうんですよね。いや、まあ、事務所とかは別に怒らないですけど、うん、あ、CM 関係やるならちゃんとやった方がいいね。ただただやっちゃうと俺もそうそう、何喋るか分かんないから、うん、イメージがどうもありがとうございます。ここから落語の時間ということでございまして、私名前は関関亭栄太郎と申しましてね、皆さん、まあ、プログラムか何かに名前書いてありますかね。昔亭と書いて関関亭と読むんですね、これね。春風亭柳昇一門栄太郎師匠でございました。普段の拍手でじゃあ私これでいいですかね。はい、はい、じゃあ明日じゃあ、はい、はい、どうもありがとうございます。落語面白かったです。さすがだ、俺もああいう喋りしてみたいです。ということで、ここは新潟県新発田市秘境温泉千軒オッケーサインゴー。はい、皆さんおはようございます。新潟県五泉市陽国寺に来ております。今日はここ昨日の師匠を迎えに来ました。おはようございます。よろしくお願いいたします。寒くないです？暖かいです。暖かいです、うん。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。なんか早、まあ、会場の準備みたいなするとか言ってた。だいぶ早いです。全然段取り聞いてないんで、じゃあなんかね、座布団とかだけこっち移してもらって会場に持っていくっていうんで。あ、はい、ちょっと後ろに会場入れるんですかね。当然いなくて全然、私も段取り聞いてないんで早いことは早いけど、なんか10時ぐらいに行って準備するとか言ったから、うん、でもあの川辺さんが10時半とか言ってたんで。あ、10時半って言ってました。今何ですか。うん、まあ9時半ですよ。行くだけ行ってみましょうか。でもね、川辺さんって方は誰なんですか。大体あのミスコに出てる方です。その方が意外とスタートできないことはないです。いや、全然聞いてないんで。いや、また戻ってくるかもしれないですね。すいません、 K で、はい、じゃあこれから K、 はい、じゃあこれから工場見学いたします。毎度どうも。Hoping and praying one day that they do.
patiently waiting。 体鍛える仲間なんですか、桃源とは。違う、そうですね、その、はい、ボディビル仲間ってわけ。その辺なんかでも座禅ので、あのネクストっていうちょっと、うん、あの新潟のちょっとしたビルみたいな上の天空の座禅っていう、あ、そこで桃源もやった。月に一回やるかな。それ新潟市の方、駅の。そうなんですよ。結構遠いですね。じゃあここから30分ぐらい。そんな、それはここら辺の人たちはまあ違うって感じですか。新潟の駅、いや5000からちょっと遠いですね。新潟の駅からはもう10分ぐらいで行けるんですけれども。あ、そうですか。もう映ってる、映ってるんだか映ってないんだか、まあ、あ、やってるんだ。ずっとこんな、なんかよくわかんないですよ、いつも。わかんない、うん、よくわかんないんです。さっきのね、なんて着物屋さん、うん、でこのライト褒められてましたよね。これ下から当てるとちょうど使いやすいんだっていうのは、着物を見るのに。ああ、じゃあ私的にはいつもここでレフで欲しいですね、こんな。あ、そっか、そっか、ね、まあ、照明ね、やっぱ。でも本当に当てることによって綺麗に見えるんですね、はい、全然違うの。俺も自分で一回撮った時、照明が一番難しいんですよ、うん、照明大事ですよね。コーサーでも上がっててやっぱちゃんと見えないと。うん、確かに。何に使うんですか、大体これは。本当に大学に来るじゃないですか。こういうの俺がボソボソ喋ってんのってなんか良くないんだよ、 YouTube では。いや、大丈夫です。いや、なんかね、はい、夕方になりました。今日一日あちらこちらと動き回って疲れました。今日はここで師匠の寄席がありますんで、これから。あ、マスク忘れてマスク忘れました。取れてきます。はい、マスク忘れたので取れてきました。じゃあ早速会場の方行ってみましょう。今日はあいにくの雨です。会場まであと1時間ありますので、この間に会場を設置したいと思います。お疲れ様です。はい、皆さんこんにちは。昨日今日と2日間栄太郎師匠密着つきまとって撮影してみました。長回しがなかったんでカットカットの映像になっていると思います。今日はこの後上で寄席がありますので、それ見て終わりとなります。ここは新潟県五泉市 OK サイニング。名前かみそうなので、はい、関で栄太郎さんでございます。それはですね、栄太郎さんは駒澤大学のアメフト部に在籍されておりまして、その時の大親友が今日も後ろ向きにいらっしゃいますけど、富山市の両国寺の吉原桃源さんが大親友ということで、本日このような会が開催されることになりました。栄太郎でございますが、これはまあ羽舞台でしてね、ここはまあニットの産地ね、ニット有名なんですね、もちろんね。まあ、羽舞台をね、作ってる地域はここしかないという、五泉しかなくて、ここから全国にこう送ってるらしいんですよね。だから僕全然知らなくて、そういうこと、だからこれも五泉で作られた、まあ、羽舞台を、どこかね回ってこう来たんだなと思ってね、なんかすごいことだなと。それなかなかやっぱ苦しいらしくてですね、今どんどん潰れてきたのでね、まあ、あと五千円もあと1店舗しかない店が。だからこれは文化を残すために社長も頑張ってるなんておっしゃってましたんでね、やっぱり皆さんね、五千円の住まわれてる方多いですよね、やっぱりその文化をね絶やしちゃいけないんで、もしよければね、着物を僕に作ってくれればねこれでいいですか。最初はグーじゃんけんほい。 YouTuber なんですか。 YouTuber いきます。OK。ありがとうございました。本当に。おお、こういうことなんだ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあまたよろしく。
あとクレームついても消しませんので、ちょっとまた来た時に。